こんにちは、コーチャンネルです。今回の動画はとっても簡単な手作りおやつを作ってみました。とっても簡単なのに高タンパクなおやつです。子供だけじゃなく大人も美味しく食べられて、おつまみとしても最高です。実際に作ってる様子とコーちゃんが食べてる様子があるので、よかったら最後までご覧ください。こちゃん、おやつの時間です。今日はお母さんが手作りしました。イエーイ。ささみのパリパリせんべいです。こんな感じでできました。イエーイ。すごいパリパリしてせんべいみたいになってます。食べてくれるかな。はーい。じゃあおやつをいただきます。いただきます。おー、リコリコ。じゃあどうぞ。パリパリ、ちっちゃくする、大丈夫？噛める？どうかな？どう？入れすぎ。噛んだら一回。ちっちゃいのにする？お母さんも食べてみよう。うん、うん、すごいパリパリ、すごいね。うん、おいしい。うん、塩コショウ、おいしい。唐揚げポテトみたい。唐揚げポテトみたい。ですか、こうさん。さっき塩コショウ食べたから、次はチーズ食べてみよう。
おいしい、おいしい、おいしい、おいしい。すごいね。パリッ？ん？おいしいですか？これビールのおやつとしても、ビールのおやつ、ビールのおつまみとしてもいけそうです。塩コショウだとね、おつまみ感覚で食べれる。すごいパリパリ割れて、本当におせんべいみたいになってる。ちょうだい、お母さんにもちょうだい。はい、ありがとう。めっちゃくれるね。